屋根の色はシルフィーの昔の髪の色に近いものにしたんだ。あ、そうだね。さあさあどうぞ中の方も見てください。とりあえず2階で用意したのはこの部屋だけです。すごい、なんでこんなに大きなベッド？シルフィーを美味しく食べるためさ。あ、そっか、そうだよね。シルフィーは俺のものだ。はい、ルディのです。なので結婚してください。はい。シルフィーはシルフィーのやりたいようにやればいいんだ。それでお互い言いたいことがあったらきちんと話し合っていこう。突然いなくなったりしないでね。突然いなくなったりしない。